山根が決めました。いや今北澤さん一瞬の隙でしたね。いやただ裏への飛び出し方は本当にフロントアレの時の調子の良さをこのまま代表に持ち込んできましたよね。裏の飛び出し方なんてここから予想とかもフォワードの選手みたいですもんね。大迫のこの落としから最後、稲本さんこのゴールいかがでしょう。いややっぱりこう森田選手と山根選手の関係っていうのは多分フロンターレでやってたと思うので、そうですね、一度ちょっと相手に当たってますけどその後の